金取遺跡は、岩手県東の市宮森町に所在し、中期旧石器時代に属する日本列島の遺跡である。なお2003年7月に報じられたところとして、8から9万年前と見られる土葬から石器が出土し、日本国内最古との見方も出たが、2009年9月に、出雲市の沢原遺跡で12万年前のものと見られる、石器が出土、こちらが、日本最古ではないかと報じられている。 1984年、宮森村の県そべの土取り場から一点の石器が民間研究者によって発見され、1985年、地域の研究者たちによって発掘調査された。1986年には報告書が刊行された。遺跡は北上山地の小盆地に面した中位断球場に位置している。旧石器は2層、3層、 フォーソに包含されていた。ス層の上部から片面調整石器、チョッパー、このほか白片、再編円盤石格、焼けた、歴3点など31点の異物と多量の木炭粒が出土した。フォーソからは、石器は黒い高質砂岩や粘板岩で作ったハンドアックスのような両面加工石器やチョッパー、青灰色の良質なチャート製の五角形白片など8点の 石器と木炭粒が検出された。この最下層の湿度の石器は人工品であることは間違いない。放送中から微量の軽い石型火山ガラスが検出された。その分析の結果、4層は9から8万年前という年代が与えられた金取法文化は火山培操除学に照らして地質年代を把握できる日本最古の石器群である。ありがとうございます。